ところにやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。やっていきましょう。特にいいエンチャントはないですね。で、また今回も30回。めんどくさいね。この長いのが。まあまあ、強いボスが出てきてくれなければ、全然いい。ちょっと待て。ちょっと待て。待て。敵が強いぞ。おう。いや、いきなり。敵が結構強い。おう。あ、これ囲まれたら終わるわ。よし。OK。いや、なかなか。敵が多くないか？強いやつ結構いるからね。あ、いいかな？うん、これ弱体化最初から入れとかないと、ちょっとダメージもらいすぎるね。んで、持って、2階は、まあ、特に何もなさそうな感じですかね。オッケー。まあ1階がちょっと敵多かったかなっていう感じ。ああ、うんだね。いや、多いな。確実に敵がかなり多いですね。あ、当たんない。いや、めちゃくちゃ多いぞ、ここ。オッケー。当たってない。ちょっと本当に、いや、この敵の数嫌だな。この敵の数はちょっと嫌だな。あ、まあ影持っていきましょう。ずっとあれぐらい出てきたらちょっと面倒ですね。で、3階。まあできればね、序盤だけでやってほしい。多いな、敵が多い。終わり？おーしよしよし。おーおーおお。まあ多くてもサクッと終わればいいよ。あー、うん、こっち。蜂が入ってるしね。行きましょう。ナイフの方もね、悪くなかったんですけどね。まあ、こっちでいいでしょうかね。ここも敵は多い。ちょっと待って、結構火力高いぞ。おう。火力が高い。ちょっとやだな。 OK。 よっしゃ、終わりだね、これ終わりだね。よし、終わり。うん、防具が欲しい。なんか敵の火力が高い。まあ、ブラスト持っていけ。うーん、倒していった方が良さそうな気はするけども、いいか。いけ、いけるよ。よし、
丈夫ね、蜂がいるからなんとかなります。おお、こっちまだ来るか。よし、もう出ないでしょ。 OK、まあ、いざとなったら影もあるし大丈夫よ。はい、あ、スノーいいね。スノーだな。ちょっと耐久力がもうあんまりないんで、で雪玉の方が先だな。うん、で影突も一応できる。ちょっと強力な武器が出てきてくれればちょっと影突していっても良さそうですね。ちょいちょいちょい、やめてくれ。 OK、 いいんじゃないですか。おお、強え、敵が結構強い。いや、マジで強いぞ、ほんとに。うん、ちょっと壁使って戦ったりしないと。ここは強い。いや、全体的に結構敵が強いのか、今回は。意外と難しいぞ。うん、火力特化8で、クールダウンも一応入れとけ。あー、でも影突もいけるか、この武器だったら。まあいいや、とりあえずそのままでいきまーす。よし、いいんじゃない。クリーパーも結構いるわけね。待って待って待って、よし、変な場所におるな。あと上にいない、下か。いや、意外とやっぱね、ずっと敵が多い。これずっとこの感じじゃ嫌だな。コグボス次第ではヘビーだけど、まあまあまあ多分大丈夫でしょう。いける、いけ、よし、危ねえ。よっしゃ、完璧。よっしゃ、あんまりないか。いや、いや、いるわ、結構敵いた。間に合え、あっちまではいけんかった。オッケー、完璧でしょう。いらないね。うん、ハーベスターは、うん、ちょっと怪しいけど、まあいいでしょう。これかな。で、多分ボス次第ではワンパンでいけるかも。何が出てくるか次第。狙う狙う。特にないか。ああ、いや、待って待って、いけるぞ。20%でもだいぶ違うからね。
よっしゃよっしゃ。オッケー。終わり。いいんじゃない？よくなかったなかなか。いや、エンチャントは良くないけど、まあまあいいか。スケール、うん、エンチャントは大して良くないけど、まあ影凸はできる。うん、影凸でいこう。あとはいい。他ないよね。あ、影の爆発か。あ、入れてもいいかもね。おう、若干なりとやっぱ火力は上がるんで。オッケー、いいね。ああいうところはいいね。影突をしっかり狙っていこう。終わり。しっかり狙っていけば、あ、全然いいじゃん。おお、強い。オーバーチャージついてる。いや、この星夜いいんだけどね、いいんだけど、虚無がついてないっていうところがちょっと痛い。まあ、あとあとは違う武器にしていった方がいいかな。よっしゃ、完璧。おい、いいんじゃないですか。オッケー。いや、もう結構出てきて完璧でしょう。260本、70本か。あ、でももうね、ユニークすぎたのよ。いやー、これ絶対星夜の方が使いやすい。虚無だ。ボス対策はこれでどう。ここでわざわざ怒りに変えなくてもいいかな。オッケー、いいんじゃない。虚無のやつこれ絶対当たりだよ。よっしゃ、なかなかやね。おい、まだこっちいたでしょ。いや、敵多いわ。敵の数がとにかく多い、ほんと今回。嘘、あっちか。多いよ。いやでもな、地雷変えりゃよかった。ミスった。これ絶対地雷だ。これは地雷でしょう。とにかく本当敵が多い。いや本当にずっと多いよ。終わり？いや、まだか。うわあ。いや、いいか。
火力落ちるし、うん、いや安全面考えるとこっちなんだよね。いい、そのまま行く。うん、火力押しで勇者にすると、まあ耐久力は抜群なんだけど火力が落ちるからね、ちょっとやめときます。オッケー、ここ絶対多いぞ敵。ちょっと待って、これエンチャント入れよう。爆弾を多めに入れていった方がいいよ絶対。 OK、 しゃあ、いやなんか戦いづら。15回クリア、はい。うん、なかなか変える、いやー、まあまあ変えよう。あー、いやー、まあいいか、貴族性の方がこれ良かったな。貴族性が多分正解だったわ。でもまあまあいけるでしょう。火力すげえ上がった、文句なし。でもおそらくよし、貴族性の方が強かったはず。矢はね今回いっぱい出てるんで全然 OK です。打ちまくっていい。にゃーん、強いね、強化メール杖。変えようか。うん。なんか、うん、別影突じゃなくていいかなと思った。ちょっと耐久力を多めに持っていきます。まあ、虚無もあるし、武器強いんで、なんとかなるかな。この弓だけでなんとかなるね。となるとあれ怒りを取ってたが良かったんか。うん、弓でなんとかなっていくなら怒り取ってガシガシやっていった方が良かったか。え、もう出ないね、こっち側。OK、出ないね。にしてももうブラストは弱い。終わりだ、ブラスト変えたい。うん、一応持っていこう。商人で上がるパワーも上がるしね。あ、まっ、これでいい。はい、この星裏あんまねエンチャント良くないけど、まあいいですよ。うっそ、まあまあでもまあそれなりに早くは倒せるね。うん、それなりにはいけるよ。マジでか、3週連続だよ。ああ、まあ3週連続勘弁してよ。でもおそらくまあ2ターンでは倒せるはず。 OK、 ちょっと待って、8、8いけて、
いけるなこれは。次でいくか。あ、じゃあじゃあミスった。早かった。まあまあまあ、うん、どうせ2ターンキルだからいいけどさ、ちょっと早かったわ、焦りすぎた。次は焦らない。もう終わり。よし、ちょっと待てよ、まあ、ある程度いけるよ。次でいくか。よっしゃよっしゃ、オッケー。まあ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 、それなりっていうことか。でも武器選んでいけばワンパンでいけるよ。ワンパンじゃないや、一ターンで。あ、変えよっか。うん、やっぱ虚無欲しいわ。変えよう。ちょっとパワー落ちるけど虚無は絶対欲しい。いきまーす。でこれ最後のボス、いや、ないないやな。最後が邪悪なレースってことはまあまあないでしょう。めちゃくちゃ食いもんでる。なぜだ。オッケーオッケー、まあ終わりです。ボスなんだな、多分しょぼいボスだとは思うけどね、最後の最後。あー、やい、うん、いらん。ハーベスターの方がまあいい。いや、うん、いいや。乱戦になるとビーコン強いからね。なんか今回敵が本当に多いんで、ちょっとこういうやつを持ってるとだいぶいいかな。よっしゃ、もうめんどくせえこいつは。よし、もうほんとに敵が多い。おっしゃ、やたら出るアイテムが、まあまあまあ嬉しい。終わりー。おお、いや虚無がない、いや虚無ないけどさ、多分最後のボスおそらく大したことない。だからもう道中が楽になる、これで OK。 うん、虚無ついてないけどおそらく大丈夫。この弓の虚無だけでいけると思う。大丈夫っしょ。はい、問題なく倒せるはず。はい、終了。まあ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 楽勝です。変えよう。エンチャントは全然良くないけど、全然だけどね、変えていこう。あ、臆病入れようかね。えで、影突は、まあまあまあ入れといていいか。一応ね。
こんなもんか。オッケー。多いって敵が。本当に。もうとにかく敵が多い。よしよし。いやこれ結構まれに見る敵の多さよ。オッケー。お、なんだそれ。おっしゃ。あ、まだ？はーい。いらんかな。これ今回あれだね、釣り竿がないんだね。うん、釣り竿はなし。まあいいでしょうけど。はいはい。ちょっと回復系スキル欲しいね。があったらば。よし。臆病がちょっと発動しやすくなるかな。輝き入ってた。いや、いらんよね。輝きいらんでしょ。よし。あ、当たってない。終わり？終わりか。よーし。やっぱ長い。いい。いや、まあまあ、ハプン持てこ。使いやすさ重視で。で、火属性だ。OK。もう、あとはいらん。武器をあげろ。クリット、待ち伏せぐらいでいいかな。OK。はい、いいんじゃないですか。はいはい、あ、おー、強い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 、うん、いいぞいいぞ。強いね。うん、このハープーンはなかなか火力があっていい感じ。危ない。最後の最後に結構クリーパーが出てくるね。よいし。終わり。25。あ、ドラ。いや、でも虚無ないんだよな。あ、釣り竿もある。こここうかな。26、27、28。まああと3つ。はい、クリーパーが結構いる場所。うい。まあまあ弓打っていけばここは問題ないね。よし、まだいるんでしょ。結構クリーパーが来るけども問題はない。終わり。うん、楽勝。終盤にかけて結構楽になる。うん、爆発持っていくか。ダイナモついてるわ。ちょっと無限ダイナモしようか。あとはいらんしね。 OK。 ちょっと無限ダイナモを狙っていきます。
最後の最後だけど、まああれば結構面白いしね。多分ね、銃もあればいけると思うんだよな。よし、 OK。 でもまあまあ一応20まで貯めよう、安全のためにさ。 OK、 いいんじゃないですか。いや使わんか、無限ダイナモン。いや使う、うん、もう17、18、19、うん、もうたまる、いらんね。うん、20たまった、いきましょう。いいね、ちょ待って。もう、あ、待って、最悪だ、盾がいた。もう盾の敵ダメなのよ。あれ1回で倒してないっていう判定にされるからね。でもまあ10ぐらいすぐ溜まるから、大丈夫。もう虚無ったら相当ダメージある。頑張ろう、よし。もうこいつそこ強化しなかった。あー、もうちょっと待って、やられた、敵多い。でももう空いてるし大丈夫よ。ちょっとな、油断してたな。とにかく敵が多いわ。よし、オッケー。まだ出るんでしょ、もう出ない、まだやっぱ出るよ。とにかく敵が多いのよ。あ、よし、もう出ない。なんかまだ、うわ、出る。オッケー。もうシュルがこっち来ないで。あれ？まだいるの？どっかにいるの？どこ？あ、いた。28回クリア。いやいや、敵が多すぎるって。もうホークが最後にあるか。まあまあ、いらん、もうさっとクリアしよう。無限ダイナモン行ってもいいけど、まあボンクラブでしょ、無難なのはね。なんだ、多分ね、しょうもないやつ。いやいや、余裕すぎるやろ、ボスが。はい、クリアですね。まあ、途中ちょっと難しいところはいくつかありましたね。いらんね。はい、
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。